はい、ゆっきーです。今日はですね、こちら買いました。ガリガリ君のリッチのチョコミント味。俺チョコミント大好きな人間なんでね。個人的にはスーパーカップのチョコミントは最強だと思ってるんですけど、あれは期間限定なんでなかなか売られてないというのが、まあ現状なんですが、まあチョコミントは非常に大好きなね、アイスなんで。ね、こちら、食べていきたいと思います。コンビニで購入しました。値段は、リッチだからちょっと高いのかな。120円ぐらいか。おぉ。こんな感じ。いただきます。ん？あ！あ、うめ。あんまりチョコレートが入ってないパティーや。だからどっちかっていうと、ミントチョコアイスみたい。うん、見た感じあんまり入ってない。うん、8割型、ミント味。あ、うまいうまい。うん。あ、美味しい。あ、暑い日に来ると最高やん。ちなみになんか、チョコミントアイスはなんか歯磨き粉の味するとか言ってるけど。人いるけどね。まあ、あれただの味覚障害なだけで。多分味覚障害の人ですね。歯磨き粉の味がするとか言ってるじゃん。まあ味覚障害でしょ。うめえ。あれやな。このガリッとしてる。ちょっとこうみずみずしいというか、あの、かき氷的なね。あ、うめえな。ガリガリ君ね。まあ好きな味は、梨味かな。梨味が一番目が。あ、うま。うめえ。うまっ。あれやね。まあやっぱスーパーカップのチョコミントには勝てないかな。コスパ的に考えて。ただこれはこれで美味しい。俺が初めてチョコミント食ってうまいと思ったのは、
自動販売機の、なんか棒状の、なんか円柱形のさ、アイスあるじゃないですか。あれで俺初めて、ガキの頃、小学生ぐらいやったかな。チョコミント味っていうの食べて、あれでハマったんだよな。うめえと思って。うますぎると思ったんや。あの頃の感動は、忘れねえよ。ああ、美味しかった。これはチョコミント好きは買った方がいいな。まあでも、まあ美味しいっすよ。普通に四つ星。ご視聴ありがとうございました。